武家様。あなたたちは。あのね、あのね、あって、お武家様のことが。大好きです。だってこんなに綺麗に殺してくださったんですもの。えへへ。そうだよな、俺も尊敬してるぜ。こんなに綺麗に殺してくれたもんな。すげえよ、港さん。あお武家様。村正最高、正義の味方。苦しんでいるな、影明。それは生まれの苦しみだ。俺も苦しい。お前の苦悶は俺の心を傷つけてやまぬ。これは生みの苦しみ。共に耐えよう、かわいい影明。これは誕生の苦しみなのだ。母と子が共に味わう苦痛。生命が生命を作るための避けて通れぬイニシエーションだ。俺は全身全霊をもってお前を産み落とそう。お前を産んでお前の母となろう。だから、影明、生まれ落ちたなら、心置きなく、俺を愛するがいい。お目覚めになりまして。注意、いや失礼、大尉殿でした。覚えておられますの、先ほどのことは。はい。見苦しいところをお目にかけました。お恥ずかしい限りです。とんでもない。私どもの方こそ影明様のお悩みも知らず、無神経なことばかり言ってしまいました。あの村の一件をよほど気にしておいでですので、無理はありませんけれど。自分が倒れたせいでこの家に入るのにも不自由されたのでは。いえ、声をかけましたら使用人の方がすぐに出てきてくださいまして、あれこれ説明するまでもなくさせていただけました。良い人をお雇いですのね。牧村さんですか。後で礼を言っておきましょう。無論大尉殿にもお手を煩わせました。申し訳ありません。もうご迷惑をかけてしまったのはこちらですのに。本当にお堅い方。お体には障りありませんの？はい、何ほどのことも。綾音さんはどうされました？帰られましたか？いいえ、今の方でお待ちです。自分の来訪が影明様に負担をかけたのではないかと気にしておいででしたね。
そうですか。では誤解を解く必要があります。参りましょう。影明様。はい。やはり余計なことを申し上げましたかしら。いいえ、冷静になって考え直せば、あそこまで思い込んだ彼女に本意を促すのは難しいでしょう。追い払ったところで諦めるとは思えません。捜査中を密かに尾行でもされては大元です。こちらの知らないところで危難に遭いかねませんから。ええ。それを思えば、要望を認めて連れて行くのは事前の策と言えます。彼女は年相応以上の能力を備えているようですから、おそらく任務の阻害はしません。むしろその意味では有益でしょう。任務の危険性を思えば、学生を連れ歩くなど論外ですが、この際は仕方ありません。所長にも説明して了解を得ておくことにします。私もそれがいいと思います。扱いは進駐軍挑発の現地協力員ということでよろしいかしら。あなたに責任を押し付ける気はありません。警察属員、つまり自分と同じ立場ということにしておきます。よろしいの？一条さんを受け入れようと言い出したのは私なのですから。彼女が訪ねてきたのは自分です。自分が身柄を引き受けるのが筋というものでしょう。そうですね。あの学生さんもきっとそうなさった方が喜ぶでしょうし。港さん。おや、気がつかれましたか。大変お騒がせいたしました。見苦しき振る舞いの数々お詫びいたします。いえそんな。こちらこそ気配りが足らず、お心をお騒がせてしまった様子。このさよとしたことが不覚の至り、お詫びの言葉もございませぬ。本日の埋め合わせはいずれ必ず。そのようなお気遣いはどうか無用に。特に綾音さん。はい。先ほどは取り乱した挙句、聞くに耐えぬ雑言を並べ立てたように思います。誠に非礼の限り、面目次第もございません。そんな港さんは何も悪くないです。私が無神経なことばっか言ったから、本当にすみません。お心遣いありがとうございます。ついてはお詫びに変えてというわけではないのですが。はい。先刻のご要望の件、考慮をさせていただきたく思います。待遇は世辞にも良いものとは言いかねるでしょうが。ただその前に改めて申し上げておきます。自分に関わることは危険です。本当に危険なのです。生命に関わります。これは大尉殿にも申し上げられることです。自分としてはお二方ともこのまま一切を聞かずに帰られることをお勧めします。疑いなくそれが最善なのです。それでもあえて残られるなら、失礼ながら実に愚かしい選択をすることになります。無用の危険を望んで犯すのですから、そう言わざるを得ません。あえて申し上げます。自分はどなたのご協力も強いて必要とはしておりません。
以上を踏まえた上でご裁行ください。このままお帰りいただくわけには参りませんか。私はお答えするまでもありませんね。大尉殿、影明様への協力は GHQ 士官として拝命したものです。影明様に厭われたからといって翻せるものではありませんし、それに私にも自尊心がありますもの。必要ないと言われたまま引き下がっては大鳥の名折れ。これは必ず撤回させてご覧に入れますから、楽しみにしておられません？それでこそお嬢様。私もすみません、港さん、迷惑をかけることになるのは分かってるんです。私がこれまでチンピラ連中相手にやってたようなことが港さんの敵に通じるわけがないって、それは分かるんです。でも戦えるようになりたいんです。今は無理でも必ず。私は逃げたくないんです。許せないものから、それが六原でも銀星号でも。私を育ててくれた人に恥じるような生き方はしたくない。戦い方を知りたい。だからお願いします。私を港さんのそばに置いてください。気のせいですかしら。なんか私のセリフと比べて随分と好感度上昇率が高そうな。あたかも愛の告白のごとし。これは大きく遅れを取ってしまいましたよ、お嬢様。ちゃちゃ入れてんじゃねえ。告白って、私はただ。影明様、何かおっしゃられました？いえ、お二人のご意思は理解しました。もはや自分から言うべきことは何もありません。じゃあ銀星号事件の解決のためにご協力をお願いします。大鳥かなえ GHQ 大尉殿、綾音一条さん。お任せくださいまし。ありがとうございます。礼などはご無用に。自分が恥ずかしくなります。ではお話ししましょう。我々が追うべき相手、銀星号のこと。大尉は先ほどお尋ねになりました。自分がなぜ銀星号を追うのか、その理由を。ええ。妹なのです。はい。え、2年前のことです。あれは我が家に伝わっていた剣の一つを持ち出し、走行に及び、そして狂った。人間から怪物に、人の形をした災厄、殺戮する天将、銀星号になったのです。あの瞬間以来、自分は家に存在したもう一両の剣と共にあれを追い続けています。幾度か捕捉に成功することはありました。しかし未だ制圧には至っておりません。
銀聖号がなぜかくも恐るべき存在なのか、ただ一騎の武者のなすこととは到底思えぬまでに殺戮を繰り広げられるのか、それには理由があります。まず一つは単純な戦闘能力、剣もそれを操る視点も自分の知る限りでは最上と言ってよいでしょう。港様も相当なものとお見受けしますが、それよりもなお。はい、控えめに表して才能の桁が一つ違います。そしてもう一つ、こちらの方が深刻です。あの剣は精神汚染の能力を持ちます。精神汚染？なんとも不穏な響きでございますね。実際不穏の極みでしょう。銀星門は事故を中心として円形状の広範囲に脳活動へ影響を及ぼす特異な重力波フェロモンを放散します。この汚染波を受けた人間は銀星号と精神を同調させます。狂った殺人鬼の精神とです。あ、もしかしてあの銀星号事件の被害者同士で殺し合ったようにしか見えない遺体っていうのは。その通りです。事件の被害者の多くは殺し合わされたのです。心を銀星号に奪われて。なんとまあ、たちの悪い話ですこと。まったくに。そしてさらに一層悪質なのは、武者が銀星号と接触してしまった場合。武者も汚染されるんですか？いえ、サシモの汚染派も鋼鉄の壁を破って武者を影響下に置くことはできないようです。少なくとも自分の知る限りそうした事例はありません。ですが銀星号は武者に対して卵を植え付けることができます。卵？便宜上そう呼んでいますが、これもやはり汚染波の一種ではあるようです。自分の知る卵は高級状で、剣と接触すると吸収され、その内部で成長、不特定の期間を経て孵化を迎えます。するとどうなるのでしょう？自分はまだ目撃したことがありません。銀星号が撒いた卵は全て孵化の前に破壊してきました。この2年間のほとんどはその作業に費やされたと言ってもいい。あるいは銀星号の制圧以上に卵の破壊は急務であったからです。自分の聞いた話が正しく、卵に寄生された武者は孵化を迎えたその刹那、銀星号と同じものになるのなら。なるほど、まさに卵なのでございますね。この話は公表されておりません。知る人間は自分と所長、後援者であられる舞殿の宮殿下、そしてあなた方だけです。他言無用ですよね。もちろん。さように願います。汚染波や卵の話が市中に広まった場合、パニックになりますね。銀星号がただの化け物ではなく、近寄られただけで発狂させられるだとか、そんな代物がさらに増えるかもしれないだとか。お茶の間そっとは間違いなしのネタでございます。ことほどさように、銀星号は利害の相手、いかがなさいますか？そうですね。化け物なのは知ってたけど、
そこまでとんでもないやつだったのかよ。自分としてはやはり手を引かれることをお勧めします。ただいまお話しした内容について口外しないとお約束いただければそれで。あら、いかがってそういう意味だったんですの？は、私はてっきりどうやって対処するべきなのかを問われているものとばかり。私もそういうことなら考えは変わらないです、みなとさん。っていうか、なおさら引けなくなりましたですね。もともとのんきに構えていたつもりはありませんけれど、そこまでひどい状況と聞いては猶予の暇もありません。手を引くなんて論外です。みなと様、お茶のおかわりはいかがですか？いただきます。あやねさん。はい。一条。はい。これからお前は俺の部下として扱う。身分は鎌倉警察署属員、非公式の警官だ。俺と同じ立場だが、指示には全て従ってもらう。異存は？ありません。大尉殿、ハンカチを噛みながら恨みがましい視線で見ないでください。だってなんだか羨ましいんですもの。あちらは名前呼び捨て、こちらは大尉殿。距離感の差があまりにも如実でございますな。ふふいい、妬ましい。影明様、私のことも呼び捨てになさってくださいませ。できません。スイートとつけていただければパーフェクト。おいてめえ、土佐まぎで何抜かしてやがる。何ですの、ダーリンのパシリな方。ダーリン言うな、妄想巨体女。巨体。ああ、お嬢様の心のセーフティーロックが音を立てて。そうね、そうよね。円満なチーム関係を築き上げるためには、まず上下関係をはっきりさせないといけないのよね。ああ、やるか GHQ。 昼寝する以外になんか芸があるってんなら見せてもらおうじゃねえか。 OK。 失礼、お二方まだ説明が。すみません、ちょっと待ってください。このウドの大木を薪にして風呂釜にくべてきますから。ええ、すぐに済みますから少々お待ちくださいまし。ほんのこれくらいで片付きます。指一本？1ラウンドではありません、1分です。上等だ。話はまとまった？聞いていたのか。大体のところはね。正直面倒になったとしか思えないけど。やむを得ない選択の結果だと思う。危険は分かっているのね。ああ、彼女らとは必要以上に接触しないよう心がけておく。ならいいけど。それよりも報告。どうした？銀星号の匂いをつかんだ。どこだ？鎌倉の郊外よ。少し西にある大きな施設の中。あれは何なのかしら。妙に騒がしかったけれど。西？あれか。わかるの？あそこにあるのは